何か最近スパムアカウントからクソ DM 来るんだけどガチイライラする <laughs> ガチでイライラする本当にイーロン・マスクなんとかしろこのゴミども え、マジ、ブロックしたところで意味ないんだよな。無限に湧くから。マジで解約すぎる。ほんとにイライラするわ。え、しかもさ、リプライサーらがさ、あの、エロ動画あれつけてくるさ、インプレゾンビいるんだけど、うぜえんだけど、あれ。開いたらさ、僕びっくりするんだけど。リプ。もう、キモすぎる、あいつら、ほんとに。 クソ気まず俺、あれ、間違えていいね押したらどうしようって思いながら、ビビりながらブロックしてるわ。ビビってる、正直。なんか、俺がいいねしたらさ、なんか、インプレンゾンビのさ、エロの方がいいねしてるって思われるの嫌だわ。あれ。あれ嫌なんだけど。あれや。エロと猫が一番つるらし、いインプレンゾンビ界隈で。 別に何したっていいだろう。エロは世界を救うぞって。いや、わかるよ。エロは世界救ってもいいんだけど、俺のリプライに貼んのやめて。マジで。いろんな人が俺のリプライ見てるかもしんないから。俺のところに貼んないで、マジで。他でやって勝手に。だるすぎ。だって今ってさ、なんかハッシュタグ例えば何かで検索するとさ、 その、ハッシュタグでさ、なんか、例えば、あの、ワードランキングってあるじゃん、よく。トレンド。トレンドでさ、検索したらさ、そのツイート出てこないんでしょずっとなんか、インプレゾンビが関係ない画像とか貼り付けてさ、なんか、外国人がこうやって踊ってるやつが出てくるだけでしょゴミでしょあれ、普通に。ゴミでしょ普通に、ツイッター、今の。終わってるだろゴミすぎ。 マジのゴミ。インプレゾンビからインフルエンサーになり上がったやつがいる。そいつのファンすごいな。<laughs> すご、なり上がりすぎだろ。え、でも、一番すごいなり上がりだと思う。いろんななり上がりあるけど。一番すごいよ、多分それ。その人。一番すごい。あ、日本人にもインプレゾンビいるんだね。 へえそうなんだ。いや、なんかさ、そのインプレゾンビやる理由ってさ、なんかその、海外だと物価が安いから、なんか、あの、3000とか稼げて、もうめちゃくちゃでかいみたいなイメージだったけど。日本でもそうなんだ。